イオン、札幌朝お天立体駐車場1階が、バスターミナル麻生バスターミナルは、札幌市北区北39条西4丁目にある、自動車ターミナル法による、専用バスターミナルの名称。札幌市独自の分類では、乗り継ぎバスターミナルとされる。札幌市営地下鉄南北線、麻生駅と直結し、地下鉄と札幌市北部や石狩市などを結ぶ拠点となっている。 1993年4月29日に札幌市 A バスと北海道中央バスの共用バスターミナルとして札幌市交通局の設置、管理にて運用を開始した。1から8番乗り場まで設置されているほか、周辺に路上バス停が設置されている。待合室は5番乗り場の目の前にあり、新千歳空港連絡バスの自動券売機や北海道中央バス、 麻生総合案内所が設置されている。窓口は10時から18時30分まで営業。かつては札幌市 A バスの乗り入れ路線も多数存在したが、札幌市 A 地下鉄延伸による営業保障などで北海道中央バスに移管した結果、末期には新こと二線が乗り入れるのみとなっていた。2018年12月1日現在、バスターミナル5番乗り場のみ、JR 北海道バス、その他の路線はすべて、北海道中央バス。路線詳細は営業所記事を参照。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番乗り場、6から8番乗り場分散して設置され、むね経路別に分けられている。バスターミナル1番乗り場発の3路線が次に、停車する、朝尾町3丁目停留所は、北海道中央バスによる分類では9番乗り場とも、 表現されている。路上1番乗り場中央バス自動車学校、花川3丁目経由路上2番乗り場中央バス、自動車学校、花川5丁目経由路上3番乗り場、伊東洋華道トン店経由路上4番、乗り場新琴と22条14丁目経由路上5番、乗り場新琴と22条4丁目経由路上6番、 乗り場西5丁目経由路上7番乗り場東1丁目経由路上8番乗り場札幌ターミナル札幌駅北口始発中央バス自動車学校経由ありがとうございます